九番祭りにお集まりいただきまして誠にありがとうございます。どうも。お手元にもパンフレットがあるかと思いますが、これから11時からこの607の教室で、まあ、30分40分くらい、皆さんと一緒にですね、私劇団永井の、まあ、遠くの後ろの方は見えないかもしれませんが、こちらはですね、埼玉県の行田市という、地区の写真でございます。埼玉県の行田市ということですね。まあ、ここに川が通っていて利根川と荒川があります。その真ん中に行田市というのはございます。もうちょっと、まあ、これだと見にくいのでもうちょっと拡大したバージョンがですね、まあ、こちらなんですけれども、ここに推し中とかなんか推しという言葉が書いてありますが、今日の舞台になるのはこちらの推しと書いてあるこちらの、町でございます。この町で一体何があったんでしょうか。この、まあ、ポスターを見ていただくと分かる通り、まあ、戦国時代ですね。どんなことがあったのかなんていうのを今日ちょっと皆さんに、まあ、やって教えたいと思います。でもうちょっとこれは分かりにくいので拡大させていただきます。それがですね、こちらですね。あ、すいません、これはちょっと拡大しすぎましたね。こちらでございます。これちょっと拡大しすぎた。こちら、推し城というお城がございます。もちろん、レプリカですね。新しく、一回なくなって新しく作ったものでございます。とても綺麗なお城で、関東七名城なんていう、その、七つのお城の中の一つ、推し城と言います。で、じゃあ一体この推し城というお城が、どうしてそんな七名城なんていう有名になったのか。まあ、あるいはどうしてこんなお城が、今はないようなお城がどうしてこんな映画になったんでしょうか。そういうところも少し、まあ、興味を持って見ていただけたらなと思いますので、どうぞお付き合いください。よろしくお願いします。まあ、お城というのがですね、実は別名がございまして、お城という名前だけではなくて、実は浮城、空に浮く浮城、水に浮く浮城なんていう名前の別名がございます。どうしてそのお城というこの綺麗なお城が浮城、浮城なんていうふうに呼ばれるようになったのか、まあ、そちらも合わせてご覧いただければと思いますので、最後までぜひお付き合いをいただきたいと思います。どうぞよろしくお願いします。ありがとうございます。キャストをお呼びします。それでは開演でございます。こちらは劇団の方ではないです。さあ、それでは始まり。ああ、今日は暑いな。ああ、この前でくしゃれ、またこの辺がぐちゃぐちゃになって、まったくあの。バカ侍とも、めああそれに比べにあの信枝様、ああやって白鳥仕事手伝ってくれて、まったくのんきというかなんというか、いやいや、これは今日も頑張っていますね。本当だよ、まったくここのバカ侍のせいでこっちは仕事ちっとも終わらない。どうもバカ侍でございます。世話になります。これはマスケ様、バカ侍というのは新しい野菜ができたので。うるさい。まあ確かにいつもいつも舞たちに迷惑かけています。いや、そうもない。ああやってのぼさんが手伝ってくれてるし、ほら口を慎め。こりゃ、どうも失礼しました。ああ、いえ、見えて。
推し状の侍たちのリーダー状態であるぞ。分かってる。はは、どんなご無礼を。はい、はい、皆さんこんにちは、はじめまして。私、あの、成田中親と申します。ご覧の通り、一見侍にも見えない平凡な香港人。いや、あの、何の取り柄もない。たまたま領主成田家に生まれてしまったために、あの、侍になっただけの男でございます。こら、どぼう。いやー、年いで。いやじゃない、また会議を抜け出してそんなところで畑仕事などしておるのか。ほんと、だから僕も言った、僕も長井先生に言って、テクノボって、なんだっけ、いや、すいません、いや、でもなんか僕は見透かしたじゃないかと思って。それを言ったら、私なんてスイス人ですよ。真っ先単語の神俊秀って、まあ、よく名字がどこにある、あの、どこまである、よくわからない、すごい長いです。よろしいですか、お話しして。失礼しました、安さん、知事さん。はい、はい、私は成田康末と申します。今日一人二役やらせていただきます。はい。あ、これはお父さん、お父さん、うん、お父さんも一緒にいかがですか。バカも、まったくお前は。だからそいつまでもそうやって仕事さんたりしてるんじゃない。いいか、これを見ろ。今、成田氏長という私たちのお城の城主が、ね、これが今、小田原に攻めている豊臣秀吉の、攻められている方、小田原城の北条氏を助けるために、ね、今、遠征に行っているわけですよ。で、今、成田長安がいません。この状態で、あなたは誰がこの城を守るか考えたことがあるんですか。いや、特に。いや、特にじゃないわ。そうなんですか。うん、よく見て。あ、でも、あ、お父さん、ちょっと待って、うん、何。失がりなくて、はい、これになって、そのお父さんはもういなくて、はい、これになって、あ、コネットは、コネットは今ここにいるは、あなたは、私です。あ、そうですか。はぁ、大丈夫か、このシールは。はい、ありがとうございました。はい、じゃあ、まあ、このようにですね、私のような短気な、父とは違って、あのものはどうも、まあ、戦が嫌いで、いつもいつも会議を抜け出して畑仕事をしているわけでございます。ね、こんな変な野菜あんて作っちゃってる。冗談じゃないですね。まあ、そんなこんなでですね、まあ、私たち推し城、まあ、こちらにありますが、推し城ではこんなのんきな、時間が過ぎているわけでございます。ところが、先ほど申しました通り、豊臣方が小田原に、ついに最後の戦ですね、攻めてきました。さあ、そこで豊臣方から一人の、武将がこちらにやってくるわけでございます。この推し城を倒すために、推し城を落とすためにやってきたのは、実は皆さんご存知かもしれませんが、石田三成という人物でございます。さあ、この石田三成が一体どんなことを繰り広げてくれるのでしょうか。おい、さきちに。こら、そんな前で呼ぶな。ああ、悪いパンパン。そういうことじゃなくて、私は一丁この戦いのリーダーだから、子供の頃の名前じゃなくて、ちゃんと石田三成と呼んでね。まあいいか、さてどうする。西欧法で行くか。ちなみに我々の軍勢は2万、相手は全治300程度。子供、女、白状合わせても全治500。宇治長は小田原に行っている。このチャンス逃すにはいかないぞ。まあ、とりあえず示唆出してさっさと降伏するようお願いしてみようか。なあ、ギョブ、見ろ。何が、ホワイトボード何が書いてあるか。埼玉県、私たちは今お城を攻めています。わかる。利根川。そうです。意外と素直だな。
もし五軒堤防を作ってあの利根川を氾濫させたらどうなるかな。はい、覚えているか、御坊秀吉様の高松城攻めを。おいおい、バカなこと考えるなよ。そんな時間も人も金もないでしょうから。いやもうほら、この地形やめとけって。とりあえず死者出そう。あの攻めを私は忘れないので、それに私のやり方で攻めても文句を言われることがないだろう。だけど死者出そう。なぜそんなに焦るのだ。別に焦ってるわけではないけどさ。はい、ありがとうございます。実は石田さん、ちょっとこちらへ。実はですね、このお師匠の城主成田氏長という人物が、もうすでに豊臣秀吉と、まあ、手紙をやり取りしましてですね、あなたはこれから、これから攻めるから、あんた降伏してね、よろしくね、そういう手紙に対して OK、 分かりましたというもう約束ができていたわけでございます。ところがこの石田三成は、あまりそのことを知らされておりません。どうしてかというと、豊臣秀吉はもうこの石田が大好きで大好きで、もう大好きなんですね。だからもうこの石田にもう自信をつけさせたい。なので 100% 勝てる戦でこの石田にリーダーとなっていただいて、この自信をつけさせたいんでございます。しかし、こちらの大谷さんはですね、大谷行部はですね、この石田が、知らないことも知ってます。豊臣秀吉からの手紙のやり取りも知ってます。だから万が一負けそうになった時にこの大谷さんが出てきて、もうやめようぜ、実はこうなんだよという話をするために一緒に来たわけでございますね。ですね、まあそんな大谷の気持ちは全然知りませんので、かつてこの備中高松というお城をですね、ご覧のような、水攻めですね、お城に水をわーっと流し込んでお城をどん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 沈めてしまう、お城に入っている人が苦しいと言って死んでしまうような、そういう攻め方を忘れられないんです。なのでこれのちょっと真似をしたい、これにはぴったりじゃないですか、このお市場という、ね、場所はということなんですね。はい、なあ、佐吉。ちょっとそれ悪い悪い感じます。三つ目です。まあいいか、まあ三つ攻めにしても、まず死者出すのは常識だろう。その方がこちらの喧嘩に出さなくてもいいかもしれないし、逆にそこで断れたらお前の自由に攻めるかいいんじゃないか。まあすぐに降伏されてもそれはそれで残念ではあるが、まあよい、お前がそこまで言うなら正家を使者として出そう。正家、いや他のもんでもいいんだろう、世に言うて正家どう。正家あるんか。はい、ありがとうございました。さあ、じゃあ正家を探しに行ってきてください。はい、さてこうしてですね、大谷さんの大谷義継、ちなみに大谷義継どうしてあんな包帯を巻いているかというとですね、あの皮膚の病気でですね、太陽、日の光に当たるとちょっともう焼けてしまう、ドローンとただれてしまう、それを見せたくないのでいつもああやって包帯を巻いているわけです。今日風邪をひいてるわけではないですよ、大丈夫です。はい、で、まあ、その大谷さんの説得があって、甲斐あって石田三成は渋々使者を出すことを決定します。ところがこの使者に選ばれたのはですね、夏川正家という人物。この人物がですね、まあとにかく強いものには弱い、弱いものには徹底的に強い、そういうもう素晴らしい、素晴らしくないですね、あまり良くない人物、交渉ごとには向かない人物だったのでございます。まあさて、果たしてこれからどうなることでしょうか。開門開門、豊臣方側の使者である門を開けよう。内藤じゃ、内藤じゃ。かい、愚かのような恋あげる、あげるでないの。これは母上、失礼しました。姫様、ただいま豊臣方の使者が到着しましたので城内へ向かい。My name is
長近正家、As soon as possible、このカジノをオープンしなさい。はぁ、あ、姫様、ちょっと、こちら、長付様、この度は、どんな用件に参られたのでしょうか。あおー、それ、実はね、エッドホンを取れ。やめなさい。何か思ってくわけありません。この子本当にいい子なんですよ。なんですか、このガールは。頭がちょっとおかしいんですね。おかしいってなんじゃ。ちょっと、お子様方、全くあの親子の血の気が、熱くて大変です。疲れます、ね、はい、それもそのはず、こちらの、親子なんですけれども、実はこのタマというお母さんですね、成田氏長の2番目の奥さんでございます。で、こちらの、喧嘩っぱや強気な暴れん坊の貝姫なんですけれども、こちらは実は1人目の奥さんの子供、ですので実は血はつながっていないんですね。ところがなぜこんなに仲がいいのか、実はお母さんの、お父さんというのが伝説の武人と呼ばれました関東に太田あり太田助忠という人の、娘だったんですね。もうそういう強い人の、教育のもとで育ってますから、まあすごい喧嘩っ早い、実はこう見えて喧嘩っ早いです。はい、まあその2人は仲がとてもいいということでございます。ヘイ、ユーたちはノーチャンスだってことは分かっていますか。ちゃんとギブアップするしかないので、早くレターン、返事をリターンしてよね。領収氏長より、その件については聞いて、あなたのその態度はなんとかならんのか。ご隠居様、いかがいたしますか。そうじゃのう、まあこの老いぼれの体が言うことを聞けば、すぐにでも子供の首を切って戦にでもしたいものじゃが。お、そうじゃ、長近を呼べ。長近を、うん、しかし、ご隠居様、他の者はこの男の態度を見て怒り余って何をするかわからん。まああやつならいい返事を出すじゃろう。知事様、では戦います。この金髪のアメリカ人に誰か頭を下がって犬を口くスウェーデン人です。私も、あ、幸福には反対です、このスイス人、とは戦いたいです。だからスウェーデン、まあまあ姫様、ちょっと落ち着いてください。長近、はーい、マイネームイス長近成田、ナイスとミーチュー。シジ様、残念じゃが今の城内は長近に任せよう。あ、自分はトークができそうですね。ああ、さ、早くオープンしてちょうだいよ。ノーサンキュー、さっさと帰りやがれ。はい、誰もが驚いたこの一言。いくらこの正家の態度が悪かったとしても、さすがの長近ですね、まさかこんなこと言うとは思いませんでした。はい、ありがとうございました。さあ、この正家がですね、この驚きの報告を、持って帰ります。そして一番驚いたのは誰でしょうか。石田三成は喜んでおります。で、一番驚いたのは誰か、大谷行部ですね。まさか、なんと戦いに本当になってしまうとは。さあ、そういうところで、工事がどんどん進んでいきます。早速じゃあ工事を進めようと、どんどんここの利根川の水をこの辺をこう切って、水をファーッと流していって、そしてこの押城をどんどん水で攻めようと、どんどん水を攻めようというわけです。ただその時に水が流れてしまっては意味がありませんので、ここに大きな堤防を作って、水がこう来るのを待つ、防ぐ。こうしてどんどん押し城を押し詰めてしまおう。さあ、こういう工事が進みました。もちろんその工事の中には、先ほど言いましたが、時間も人もお金もありません。さあ、どうしましたか。
人を集めるために近くの百姓たちをどんどん連れてきたわけですね。お前も来い、お前も来い、お前も来い。その中の一人に先ほどの仮像のような人物もいたんです。さあ第4章いつもいつも遠くに行っても侍のは同じバカ野郎だな。あーくそ、いつもいつも威張りじゃなくて自分たちで何もせないくせに。またとその通りだ。あ、これはこれは失礼しました。あと、あ、そうそう、茨城にがってというは新しい野菜が尖って聞いたよそれ。とにかく急いで作ってくれ。お前の大嫌いな侍たちたくさん殺せるチャンスでもあるのかな。はあ、はい、ありがとうございます。さあ今こちらで堤防を作ってる方の二人でございました。画像はなんか嫌そうでしたね。で、さあそしたら、今度はお城の方にシーンを戻してみましょう。さあお城はどうだったんでございましょうか。まあ、そうこうしているうちに、お城はあのようにのんきですから、そうこうしているうちにどんどん水がやってきます。ああ、もうどん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 門の中まで入ってきてしまいました。さあこれからどうしようか、どうやって戦いますかの会議がこれから開かれます。さあお市場でございます。いよいよ食べ物もなくなった。ここからどうするか。よし、夜暗くなったら船に乗って近づいて戦おう。でもカイ、あれが見えないの？あんなに大魔草に火があると思っているではないんですか。誰もが死を覚悟したその時、この成熟を一人の男が破ったのです。タンバ、船を。え、まさか、夜血がつくつもりか。いや、踊る。はぁ、あ、アホか、こんな時に会う風の日。はい、踊るぞ、ガンバ、船を出せ。はい、まるで気がおかしくなったかのようなこの一言に、海姫以外の侍、誰も言葉もありません。こうして湖に浮かぶ、先ほど申し上げましたまさに浮き城となった忍城からですね、堤防に向かって一艘の船がふーっと近づいていくわけでございます。はい、なんだよ、船向いていたらよ、怒ってるんじゃねえか。ああ、あの男はバルトガッチから。バルトガッチ、まさか冗談か。あれは横さんまだ間違いねえ。さあ、さあ、おい、おい、おい、お前らやめろ。お前らも、じゃあ僕も。せっかく入ったのに。という具合にですね、これはあの仮装のような農民だけでなく、この侍たちも巻き込んだ、ね、とても楽しいダンスパーティーになっちゃったわけです。ところが手間から誰かあの者を手よっせ。必ず竹踊ってだけで刀を持てないんじゃないか。あの物をおとけ。もうよい、おて。だから何せ撃つんだ。パン、あ、遅いや。おお。この辺に当たったかしばらくの静寂が流れた後で、やがて夜がやってきました。さて長近の乗った船は引き返します。撃たれた長近というのはなんとか一命を取り留めたのでございますが、さあ城代が撃たれたとあってはもうお城も黙っていません、ね、お城黙っていないのは実はお城だけではなかったのです。お城の中は大混乱。そんな中
一人の農民が夜の夜に紛れてやってきます。クソ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 、あいつら俺たちの信様を合わせしやがって、許さないからな。それそれそれはい、カゾウでした。大好きな信夫様を撃たれたとあって、このカゾウ様が、カゾウ様じゃないですね、すいません、このカゾウがもう怒りをあらわにして、この堤防を壊し始めてしまったんです。はい、どうだ、邪魔見やがれバッカ侍め。はい、こうしてありがとうございました。こうしてお市場に入っていた水はどん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 引いていきます。どん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 引いていって元の利根川に戻っていったのであります。さあ、それに困ったのがこのお二人。どうしたの、どうしたの、だどうして水引いてるんだ。なぜ今困れるんだ。こいつだ、こいつが全部喋ったよ。誰だこいつ。全部俺がやったんだよ、邪魔見ろ侍バカ。なんだ、まさかあの男の踊りの意味はこれだったな。どういうことだ。どうした、何がおかしい。負けた、負けたぞ、これは負けたぞ。私の負けた。はい、こうして石田三成、こんなにショックで立ち直れませんが、この人が追いかけた一世一代の水攻めというのはたった一人の踊りによって崩壊してしまったわけでございます、当然これで負けが決定したわけではございません。もともとこちらには2万人の軍勢がいますから、それを押し城に全面攻撃をするわけでございます。はい、ありがとうございました。さあ、こちらから2万人の軍勢が攻めてまいります。さあ、お市場ではどうなったのでございましょうか。では、行ってまいります。ナンバー、どこへ。姫様は長近のそばへ、そして私は自分の修行、仕事しに行きます。ナンバー、そこまで言うならじゃあしょうがないな。はい、ありがとうございました。海姫、実はですね、この成田長近のことが大好きでございまして、あのような気性でございますから、自分から好きだなんていう言葉はとても言えません。この言葉を待っていたわけでございます。はい、ありがとうございました。朝からまたあいつが、ちょっと早かったです。失礼しました。一回じゃあ下がりました。はい、実はですね、この丹波まさき丹波守利秀という人はですね、まあ、実際にいたかどうかというのは分かりませんけれども、この人がですね、戦争中常に豊臣方に脅威を与えていたある武将をモデルにしたのではないかと言われております。で、その人物というのがですね、この、先ほど出しましたけれども、この成田系図、成田家系図と書きましたが、すごく古いこの成田さん、ずっと代々伝わってきた歴史書にですね、その一人の騎馬、その武者の名前が書いてあります。名前かな、その存在が書いてあるということですね。で、最後の最後までこちらに、実は信夫の城、映画ではこちら佐藤浩市様がですね、主役を持って登場するわけでございますが、まあ、このようにメインとして戦っていったわけでございます。さあ、そうしてこの2万人の石田勢の先陣を切ったのは、なんと先ほどの夏霞正家でございます。自分のミスを取り戻そうと必死になって戦いに挑むわけでございます。ところが、その正家の目の前に現れた一騎の騎馬武者、まさかまたあいつが、まさき田んぼの利秀、丹波の神ですね、丹波の神参ります。あ、そっか、そっか、そ、まさに三度相まみるかといったその時でございます。一人の使者がここに割って入ります。またれまたれ双方またれい、またれまたれ双方またれい、ただいま
小田原が陥落いたしました。小田原城が陥落いたしました。もうここは戦わなくてもいいですよ。さっさと帰る準備を皆さんしてください。成田宇治長はこの忍城を明け渡すことで、豊臣秀吉様の部下になりました。双方さっさと帰る準備をお願い申し上げます。お、そっか、そっか、そっか、勝った終わったのか、勝ったのか。さあ、さっさと帰れ、帰れ、ほら、帰れ。終わったか。ああ、超怖かった。出れた、出れた。じゃあ、わしも帰ろう、帰ろう。グッバイ。グッバイ。はい、ありがとうございました。結局ですね、忍城というのは天正18年ですね。西暦でいうと1590年。西暦でいうと1590年の7月の16日、7月の16日に、落ちたということになっております。石田三成に明け渡されました。これは小田原城がなくなって、小田原城が落ちてから11日後のことだったそうです。ですね、まあ、ただこの忍城というのは現在お城に残っておりませんけれども、もちろんこのような、まあ、最近になって、観光地としては結構有名なものになっております。で、湖のほとんどが埋め立てられたんですが、唯一ですね、少々お待ちください唯一この忍城がなくなったこの忍という地域で唯一この当時の面影を残すものがございます。さあ、それが何かというと、皆さんこちらでございます。これが何か分かるでしょうか。アンナさん、これ何か分かりますか。分かりませんか。実はですね、この中に盛り上がっている山ですね、これはこれの名前をえ、石田堤と申します。何かというと、石田三成がここに作ったあの堤防の、まあ、部分ですね、一つの部分でございます。ぜひ忍城に行かれましたら、忍城よりもまずはこの堤防を見ていただきたいと思います。ああ、これ本当にあったんだ、本当に石田三成作ったんだ、すごいなと、その時代のことを少しでも、感じていただけたらと思います。まあ、こうしてですね、のぼうの城というのは、まあ、このような、面白いお話の中で終わっていったということ、まあ、これで、映画にもなるような面白いエピソードになったんじゃないかなと思います。先ほど我々劇団長井のメインキャスト、パンさんがですね、香港人のパンさんが踊っておりましたが、そののぼう役、成田長親役をするのはこちらのキャストでございます。こちら野村萬斎という方でございますね。日本の京劇の、まあ、第一人者でございます。とにかく踊りが上手な方でございますので、もし秋見る機会がありましたら、こちら野村萬斎さんの踊りもぜひね、見て注目していただければと思います。決して私東方の回し者ではございません。本日はどうもお付き合いいただきましてありがとうございました。